サバジョティチマクシャリムジャンサクサゲームマスターというわけで本日は本日はエキサイティングデパデッキ背景ストーリー紹介背景その2でございます。怪文書はい怪文書ということでね、今回もエキサイティング怪文書をお届けします。エキサイティング怪文書ということでね、1月20日まもなくですよ。いや、まもなく発売のエキサイティングいいね4週いいよ出ます、はい、本当にね、デーパーをはじめにうってつけのデッキでございます。うってつけでございます。チェックしてもらえようと思うんですけれども、してください。前回と今回前回このね、デッキ結構フレーバー的にも熱いんですよ。昨日紹介したのがはい、ドラドラドラゴン龍元郷と、ネゴシの銀学者、はい、ここ、ね、はい、こちら2つをね紹介しましたが、今回はスケーダリ、シンジャガン騎士団、そしてその曲のアカシックゼット計画、はい、こちら2つをねフレーバー的に背景して紹介していきたいと思います。まあ、かなりね、かなり結構背景する注目のやつが集まってるので、ぜひチェックしてもらえればと思います。では早速やっていきましょう。いくぞよっ。はい、ということで、まずは、フケーナリ、はい、シンジャガン騎士団ということで、フケーナリ、フケーナリ、まあ、このデッキ結構一番フレーバー的に謎だと思うんですよ。今までの背景ストーリーを追ってる人からすると、あれ、なんでキングロマなの、まあ、最近この辺が多かったよね、そうそうそう、ね、あれ、なんでディスペクターなのとか、いろんな気になることあると思うんですよね、うんうん、そうだね。今回その辺を中心にしっかりやっていきたいと思います。はい、はいはい、じゃまずなんですけども、キングロマノフ、キングロマノフ、はい、ジャガン対キングロマノフ、うん、何なのかということで、なんか名前は聞いたよね、前に、はい、うん、聞いたことあります、うん、これはナイトの四大派閥というのがあります。ナイトってあのサムライとナイトのナイト、ね、うん、はいはい、ナイトね、ナイトの四大派閥のうちの一つのジャガン財閥、それの創始者、始祖でございます。財閥？ジャガン財閥です。財閥なの？財閥ですよ。財閥ですよ。財閥なんだ、ジャガンって。財閥です。へぇ、はい、ジャガン財閥の使徒であり、はいはい、全てのロマノフを煉獄から任命する存在でございます。あ、ロマノフはこいつから任命されたロマノフになると。なるほどなるほど、人事を担当されてらっしゃる。まあそうだね、まあ、言ってしまえばそうなんですけど、まあでも人事権も持ってるんですかね、正確には。あ、人事課の人ではなくて人事権持ってる超偉い人だと。結構ワンマン社長なんて感じなんだ。まあまあかもね、かもな、キングだからな、そういうことね、はい、ちなみにナイトの四大派閥っていうのは、うん、天雷、氷河、魔光、ジャガン、このやつってことなんです。あったね、はい、でこれ結構ね、あのクリちゃんの名前とかにもね、うん、なってるって聞いたことあると思うんですけども、氷河のトップはこれ氷河君主ハイドロ・ビスマークで、はいはい、伝説の名言が生まれたこともあるんですけど、まあそうですね、ね急に刺されてびっくりしてびっくりしょっていうね、ハイドロ・ビスマーク系が氷河のトップ、はい、で魔皇はネロ・グリフィス、はい、ネロ・グリフィス、ネロ・グリフィスいろいろいるんですけど歴代の君主だと思ってください、はいはいはい、ネロ・グリフィスが務めてます。で天台のトップってのはまだカード化されてません、公開されてません、うん、なるほど。でジャガンがキング・ロマノフというようになっております。はい、でこれキングロマノフ君はですね、うん、かつてロマノフアルファとしてジャガンの人になったんですよ、うん、ああロマノフアルファさんなんだ。そう、ロマノフアルファとして最アルファ、そう、最初の時、はいはい、一番いい意味がありますから、うん、ロマノフアルファとしてジャガンの人になりました、うん、でその後に最強のマダンを求めて、うん、マッドロックチェスター、お、最強のマダンと言われるマッドロックチェスターを手に入れるべく、うん、煉獄と言われる世界へと向かいました、はい、って感じですね、うんうん、これジャガンの人、ロマノフアルファというカードを振ればできそう、お願いします。はい、ロマノフアルファは呪われた力を持つ魔獣マッドロックチェスターを手に入れるために煉獄へ行く方法を求めた。その途中で彼は死を克服する力を手に入れ、ジャガンの始祖キングロマノフと呼ばれるようになるのだった。そうなんですよ、襲名された。まあ、襲名っていうか名乗ったかな、名乗った。うん、ロマノフアルファだったんだけれども、うん、その中でより強大な力を手に入れて、俺はもうロマノファルファだからね、キングロマノだと名乗ったんじゃないですかね。まあ落語家さんみたいな。あ、まあ、それは襲名だ、それは襲名だから、それは襲名なんだよ。違うか違うか、はい、ということでジャガンの人、キングロマノフと呼ばれるようになったということでございます。はいはい、でちなみにこれ、ね、マッドロックチスター作成したのはおなじみ、前編でも出てまいりました前編でも出てまいりました、はい、クロスギアとかマダンとか、はい、ね、ドラッグハートとかに関連するビですね。ありがたい限りです、ビロクさんです、ね、前回一度ですね、ビロクさんでございます。ありがたい限りです。ということでこれキングロマノフさんは実はミロクとかサファイアビズダムとかの上位存在じゃないんですよ、うん、上位存在ではないんですけれども、うん、このマッドロックチェスターを手に入れる過程で、うん、それに近い世界に触れてるわけですね、うん、ということで実は自分がいる世界よりも別の世界がある、要はパラレルワールドの存在とかには気づいてるとのいうことでございます。だからちょっとクリーチャー、普通のクリーチャーなんだけどちゃんとその辺分かってるっていう、もともとはそういうクリーチャーだったけど、まあ、その自分の経験を得てそういうことを理解し始めて、理解してる、うん、
なかなかちょっと普通のクリーチャーとまあ一味違う。あーそうだね、また上今までのその上位存在的なやつらともちょっと違うんだね。そう、まあ、普通のクリーチャーです、はい、でなんですけれども、あとねちなみにドラゴダイオ、うん、これも上位存在的なものっていうふうに言いましたけども、うん、的なものであって、うん、これねあの世界そのものなんですよ。ああそういうことだね、わかります。要はだからウィズダムとかミロクっていうのは そういう別世界の人だったもんね。そうそうそう、だけどなんですけどドラゴダイオは流言郷っていう別世界そのものがクリーチャーとなった姿なってるからまたちょっと違う、うん、ちょっと違うんですよね、まあ、この辺ちょっとね上位存在的なものではあるんですけど、はい、ちょっと別違うんですね、まあ、ただちょっとロマノフアルファに戻しますと、うん、ロマノフアルファ、うん、これ見事煉獄にマッドロックチェスター手に入れます、はい、すごいですね。ですがこのマッドロックチェスターというのはねデスフェニックス、不死鳥デスフェニックスに、ね、見入られてるね魔獣なんですよ。ただの銃じゃねえんですよ。そう、うん、デスフェニックス呪いかかってるんですよ。ということでマッドロックチェスター呪いによって一人ではなくて三つの体に切り裂かれてしまうんですね、うん、デスフェニックスね。ということでこれ神滅焦点ザークゼボルというカードフレバテキスト、もうちゃんお願いします。はい、魅力が生み出した魔獣マッドロックチェスターは邪眼の手に渡る前に暗黒王に見入られ煉獄にて不死と破壊のイデアに飲み込まれた。魔獣による世界の支配を目論んだキングロマノフはマッドロックチェスターを手に入れたが、その代償として煉獄に囚われ続けることとなってしまった。あ、なんかそれ聞いたな。そうなんです、これちミスティレポート第19章邪眼一族についてと、うん、あ聞いた聞いた。これパラレルマスターですね、パラレルマスターでこれ書かれていたということで、この3つに切り裂かれた上に3箇所の煉獄に別々に封じられてしまうと、うん、キングロマさん兄弟から思ったんですけれども、うん、その呪いの代償ですね、うん、これよって封じられてしまうと。でこの状態が皆さんご存知、あの邪神マッドロマノフ、邪神ロックロマノフ、邪神チェスターロマノフと、うん、3体ごとに行くのね、うん、あれバラバラなんですよ、うん、でそれで3体合わさってマッドロックチェスター、そうそうそう、うん、っていうことですね、うん、でただ、まあ、煉獄に封じられてしまったんですけれども、この後このキングロマノフさん、さすがそこはすごいクリーチャーなので、うん、長い期間を経てこのマッドロックチェスターの力、うん、まあね、呪いかけられたんですけど、これ力を自分の支配下に置きます、はいはい、そして一体化する力を得たんですね。お、はい、でこれがマッドロックチェスターローナフと一体化した状態が分かれたんですけど、また一つになれる力を得たのがあの状態ということでございます、うん、そしてこれパラレルワールドの存在を認識しているということをキングロマさんあの言いましたけども、うん、煉獄もいわゆる別世界なわけですね、はいはいはい、あの普通の鳥獣世界とは違う世界なんですよ、うんうん、で煉獄にいる鳥獣世界とは別の世界にいるんだけれども、うん、じゃあ鳥獣世界はパラレルワールドみたいなもんだから、じゃあこうやってこう要は連絡すればいいのねと、はいはいはい、自分の意思を送る力を手に入れてるんですね、うんうん、パラレルワールドの存在知ってるんで、お電話、そう、まあ、お電話というか、まあ、お電話直接脳に語りかけても分かんないですけど、テレビ電話的なね、テレビ的なね、リモートでね、うん、リモートで分かんないですけどね、うん、でそこから今歴代ロマの方任命してると、リモートワンマン社長、そう、なるほどね、すごい分かってきた、もう行かなくても、はい、というか伊達人形ナスロシアフレバデキスお願いします。はい、邪眼財閥の始祖キングロマノフは煉獄にマッドロックチェスターと共に封じられた後、自身の声を聞くことができる者にロマノフの名を与え、邪眼財閥への影響力を持ち続けた。ミスティレポート第19章邪眼一族についてより、はい、ということで、うん、まさにね、チアリ君の、ね、表現適切かもしれないですね、うん、煉獄っていう鳥獣世界では別のところにいるんだけど、うん、その意思をロマノフを任命することによって、そのナイツたちの戦いに、うん、要は干渉というか、邪眼一族を要は自分の支配下に置いてたというか、はいはいはい、影響力を持ち続けたという存在でございます、まあ、社長だけ海外に住んでるみたいなね、あそうだね、よくあるから ね、うん、ね、そうだね、お前ちょっとお前あの支部行けやみたいな、うん、シンガポール支部に行けやみたいな、行けやみたいなね、こと言ってるかもしれないですね、はいはいはい、はい、ということでこの歴代ロマノフ、ロマノフなんとか何世とかあるんですけども、これは全てキングロマノフが力を見出したものに、任命されたと、なるほど、ございます。で任命されたんですけれども、やっぱその、まあ、とんでもないわけですよ。あれちょっと普通のないとか全然違って、煉獄からの力を受け取れるようなやつらですから、うん、もうかなりやばいわけですね。確かに、そもそもだから聞こえるキャッチできる、もうだから煉獄ってほんとやばいとこなんで、普通のクリーチャー耐えられないんで、うん、それに耐えきれずに、まあ、命を落としてしまったロマンがいると、うん、いうぐらいロマンの子にゃせって結構いるんですけども、うん、欠番があります。あ、要は耐えきれず、その煉獄の力に耐えきれず、はいはい、ロマンフと言われたはいいものの、お前ロマノフねって言われたけど、うん、ちょっとうわーって電話越し、電話越しでプレッシャーに耐えられず、電話かけられただけでうわーって、明日からロマノフすかみたいなのでちょっとなっちゃったんだ、そうなっちゃったっていうね、まあ、というようなとんでもない存在がキングローンと覚えています。で、そんなね闇文明ないと
を、まあ、全て、あの、全てこう象徴していると言っても過言ではないキングダムがついに、うん、ついに完全復活いたします。あ、そういうことだ。はい、ということで、まあ、そのそこの話をしたいんですけども、はいはい、もう一つね、謎があると思うんですよ、キングダムの。リスペクターなんです。ああ、そうだそうだ。なんでリスペクターなんですよ。だってこの人ずいぶん前の人でしょ。で、リスペクターって思い出してほしいんですけども、リスペクターって往来編出てきました。そうだね、往来編でアントマ単元度で流行術とか言ってた、アントマ単元度、それがまあ作り出していた存在と、なんかそうだね、いう存在だったんですよね。で、実はこの往来編最後、あのモモキングとの戦いによって破壊されたアントマ単元度、うん、これは煉獄に送り込まれていたんですね。あ、破壊された結果煉獄、いや、もう鳥獣世界ではない世界、うん、なんかその死後そういうとこに行ったみたいなことなの。まあそういうことですね、うん、破壊されて煉獄に送り込まれてきました、うん、でそこで、まあ、煉獄にはキングロムさんいるじゃないですか、うん、まあ、そうです。で、そうで、煉獄の中でもキングロムさんすごい力を持ってるわけですよ、うん、マッドロックチェスターの力を世界観に大きい、うん、もうある種煉獄の主と言っても過言ではない、うん、すごいね、なんか随分だって幽閉された先で偉くなっちゃったんでしょ。もういや、いいよね、その人ね、どこ行ってもすごい、もうやばいんですよ、派遣された先ですげえ優秀になったみたいな、そうそうそうでしょ。でもすごいね、この人。というわけで煉獄の主となっていたキングダムにその力を逆に利用されてしまいます。アントマ単元度が、そう、あら、え、あの人、あの人ってまだ生み出す人だから叶わないわけ、普通、まあ、本人はそうか、力としてはキングダムにめちゃくちゃ強いから、あの人だって往来編大変なことにした人だよ。そう、なのでこれ因果応報ですね、歴史はね、歴史にこう不敬をね、不敬利用していた、不敬なり、そう、そういうことね、不敬していたこのアントマ単元では逆にキングダムに利用されてしまうということになってしまいます。だからリスペクト、不敬なり、そうなんです。あ、なるほど。でキングダムさんは煉獄にいるんですけど、鳥獣世界のことを見えるわけですね、観測できるわけです、うん、鑑賞できるから意思を送れるわけですから、そうですね。なので鳥獣世界の歴史を追いかけていて、このアントマ単元度が持つ力の可能性に気がついていました。で、このアントマ単元度はディスペクターは、あの歴史として残っているものをディスペクターとしてやったわけですね。うん、そうだね。その歴史を合体させて作り出してる、うんうんうん、それがディスペクター。この力悪用すれば俺も歴史の一部じゃないですか、キングラムの。あ、まあ、そう、今は超常世界にいないけど、これを利用すれば煉獄からディスペクターとして超常世界に戻れるんじゃねと。うわ、自らをこの力で、すごい、え、ほう、はぁ、はぁ、はぁ、これを利用して戻るんじゃねとやって、見事それに成功するわけですね。す、煉獄においてこのアントマ単元の力支配下に大きい、その力を持ってリスペクターとなることでキングダムを、え、じゃあ出てきたの、もう出てきてます。え、じゃあ煉獄にはいないの。煉獄からリスペクターとして舞い戻りました、このリスペクターの生み出す力を利用して、うん、ということで、この復活したキングロマノフさん、改めてキングロマノフがこの過去のロマノフ一族の前に来るわけですね。ようやく、ようやく、そう、あ、社長来た、社長来た、帰ってきた、これは困るね。そう、でも社長は大変なことになってます。普通のナイトじゃなくて、もうディスペクターの力を持ってます、うん、そうだ。ということで、過去のロマノフ一族たちと他のナイトとのディスペクターを作成して、新ジャガン騎士団を、新ジャガン騎士団を立ち上げします。あ、はい、あ、じゃあいろんなその優秀だった人たちを、そう、ディスペクターにして、あらら、大変だこれは、すごい。そしてナイトの統一、ね、四大派閥が争ってナイトの統一に働きます。おー、そういうこと。そうなんです、すごい、あら、はい、ちょっと頑張ってほしいね。ということで、天雷アババンというねカードのフレーバーです、お願いします。はい、アントマ単元度の力で復活したキングロマノフは、まずはジャガン、天雷、魔光、氷河の統一に乗り出した。はい、ということで、うん、そうかい。だからもう戦国時代の人が一回やられて、戦国時代に戻ってきたら、今度こそ俺が天下としたるぞと。すごいなバイタリティがすごい。はぁ、そういうことなんですね。やっぱ悲願ですから、ロマノフ、ジャガン人にとっては、うん、こうナイトの統一が、統一、はい、はいはいはい、ということで、氷河とか魔光とか天雷、要は別派閥のナイトをディスペクターとかディスタスにすることで支配下にどんどん置いていくと。あ、いうことで、それがカードあってるのが、例えばジャコーマバク、ネロマノフ、ルドルフ一世、うんうん、ジャコーなんですよ。そうだ、ジャガンとマコーなわけですよ。で、マバクだもん、なんかマで、そうそうそう、縛られてるってことでしょ。で、ジャテンマバク、ヘロマノフ、ベン二世、天だもんね、そう、でも天だ、天雷なわけですよ。ほんとだ、はい。で、ちなみになんですけど、あのルドルフ一世ってこれ誰かわかります？ネロマノフ、ルドルフ、ルドルフ一世、うん、ジャコーマ僕ネロマノフ・ルドルフ一世なんですけど、これはロマノフ一世とルドルフ、ルドルフだよ、はい、が合体してます。これ魔法のね、魔法ので、ヘロマノフ・ベン二世、これはロマノフと
ヘブン。あ、ヘブン。ヘブン、アシロ騎士のね。はい。ということちょっとで、ここ謎が残るわけですけども。まあこれもね、まだちょっと謎が。今後のナイトの、ま、なぜ白騎士が関係あるのかという。そうだね、あと、ま、なんかその氷河がまたはぶられてる。ああ、そっち来てる。氷河がはぶられてる。これは別に氷河さんはいいってことですか。氷河さんはちょっと絶賛抵抗中。わかんないわかんないわかんないよ。確かに絶賛抵抗中かもしれない。絶賛抵抗中、確かに、確かに、まあ、ということでこの辺はね、また今後の話に期待でございます。ご期待ください。ということでキングダムはね、もう大変なんですよ、うん、もう大暴れですよ。だからもうナイト戦国時代、やっぱ戦国時代にタイムスリップで急に別の力を持ってきたやつが来ちゃったみたいな状態で今。すごい。あ、見たことある。元々はちゃんと合戦したのに、うん、そう急に、え、なんかお前だけ魔法使えるのみたいな。今見たことある。そう。状態で。まあわかんないけど見たことある。ありそう。そう、うん、ということでですね、これ全てのナイトをディスペクターして取り込んだキングダムオルフ、うん、これ超獣世界の歴史を全て邪眼のものとするべく進軍していきます。うん、大変だこれはもう。あれだ、随分悪いやつだったのね。そう。だから、ロマノフ、ナイトを統一したら、じゃあもう全部の時代を我らのナイトを手にしちゃおうかな、みたいな。あ、はい、ということで、困ったね、超獣世界歴史をすべてジャガモとするべく進軍してると。あら、ずいぶんそのアントマタンゲートも似たようなことしてたけど、はい、またすごいことするんだね。で、これ結構ロマノフ、キングロマノフはね、これ7大騎士団を各地に進撃させております。で、ただこれいつの時代にとかちょっと分かってないんですけれども、明らかになっているのは以下の場所でございます。はい、復活したロマノフ一世が率いる邪行騎士団、はい、これは魔行のナイトを取り込んで東方決道へと進軍しております。東方決道、東方決道、聞いたことある。聞いたことありますね、うん、で復活したロマノフ二世が率いる邪天騎士団、うん、これは白騎士の残党を取り込み天門へと進軍。天門、天門、人んちの動作ありました。天門だ、来たよ。そして復活したデスロマノフ五世率いる邪賀騎士団。五世、五世、デスロマの5世っているんですよ。ジャガ騎士団は氷河のナイトを取り込みマレー宮へと進軍した。ダメだ、氷河もダメだった。そう、マレー宮、ジャガ騎士団、ジャガの牙ですね、うん、あ、氷河のね、がジャガ騎士団、マレー宮ということでね、聞いたことあるって言いました。チャリ君、そうそう、ございます。東方決度とかマレー宮はかつての世界観マップで言及されて、古くからね、あるいはデュエマの超獣世界だけで有名な土地なわけですね、うんうん、はい、というところを進軍し始めた。何があるとかなの。やばいですね、マレー宮一体何があるんでしょうね。何のためにということで、ちなみにナイトって4つじゃないですか。4つだね。で、ジャガンの図が3つじゃないですか、うん、今みたいに、ジャコ、ジャテン、ジャガ、ジャガ3つあるんですけど、なんで無理にジャをつけたらジャガになっちゃった。なんかジャガイモみたいになっちゃった。ジャガイモっぽい、はい、そうだね、なんか新ジャガン騎士団の新ジャガでしょ、はい、今日は、はい、新ジャガ、新ジャガね、はい、ということで3つなんですけども、うん、7大騎士団って言いましたね、うん、あとそういう、はい、残る4つの騎士団は一体どんな奴らなのか、一体誰とのディスペクターなのか、それはまだ謎でございます。だから結構キングダムフ関係の話で次に繋がりそうですよね。いやー、気になる。はい、ということでもね、キングダムフが要は戻ってディスペクターの力を利用して戻ってきて、うん、そのディスペクターの力、ちょっとオーパーツが力を利用して大変なことしてるというのが、この不敬なり新ジャガン騎士団でございます。なるほど。さあ続きまして、はい、最後ですね、これ4つのデッキとして、うん、双極のアカシック Z 計画、こちらをね、触れていきたいと思います。まあ、アカシック Z 計画なんで、まずアカシック計画とは何かと、うん、まあそうだね、いうところからちょっとおさらいしたいと思います。はい、このアカシック計画とは、アカシック兄弟というのがいまして、うん、クイちゃんね、世界の破滅を避けるために行っている計画なんですよ、うん、で、かつてはそれはアカシックホニャホニャというクリーチャーを生み出す計画でした。アカシックファースト、アカシックセカンド、アカシックサード、いますね、アカシックファイナルとかいましたね、うん、で、それがアカシック計画でした。で、アカシック Z 計画はそれの続編としてランド大陸で行われた計画、うん、続編、アカシック計画 の、 いや、あの、なんか後継者というか、それを、まあ、受け継いだ計画ですね。だから、うん、ファイティングエッジスタークロスみたいなこと。まあそうだね、うん、まあそうだね、はいはい、というのがアカシック Z 計画です、うん、で、まあ、ちょっとあのこれややこしい、場合によってはこのアカシック兄弟のこの、まあ、アカシック計画、アカシック Z 計画合わせてアカシック計画ということはあるんですけど、はあはあ、まあ、アカシック計画があってアカシック Z 計画です。それはいずれも世界の破滅を避ける、無印2ってことね。あ、そうです、ね、うん、そうです、ということがアカシック計画です。はい、で、アカシック兄弟とは何ぞやというと、うんうん、これアカシックゼノンとアカシックタレス、この2人の兄弟でございます、うん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 、で、これまでこの種族って謎とされていたというか、まあ、語られてなかったんですけども、うん、今回でサイバーロードであることが判明しました、はいはい、アカシックゼノンはサイバーロード事案さんという種族ですね、うんうんうん、ということで明言されてないんですけども、サイバーロード本拠地、最近数化されたんですけど覚えてますか。あー、10マナのアカシック3、そう、うん、10マナの
あのヒストリックフィールド、アカシック3、あれサイバーローの本拠地なんですよ。はいはいはい。まあ、アカシックって言ってるからね、まあ、何かしら関係があるんじゃないかと、うん、いうことで、まあ、アカシック兄弟で、アカシックタレス、ちょっともう行きたいんですけど、これ兄ですね、お兄ちゃん。アカシックタレスは何をしたかというと、世界を完全にシミュレーションするプログラム、アカシックレコード、これを作り出しました、うんうん、あー、なるほどね。世界を完全にシミュレーションするっていう、結構もう壮大な結果ですね。すごいね、随分。もう一つ世界を作るみたいなものがね、うん、このアカシックレコードを作り出したんですけれども、これ自分のアカシックレコードに取り込まれてしまい、世界の結末までを強制的にシミュレーションさせられてしまいます。はあ、はい、随分大変な目にあった、ね、そう。だから世界の結末分かっちゃったんです、このアカシックタレス。分かっちゃった。そう、この世界の行く末がもう全部見ちゃったんです、タレスさんは。かわいそう、すごい待ったね。でしかもその結果が結構最悪なわけですよ。あ、なるほど。でそこで見た最悪の結末を避けるために、アカシックタレスさんはこのアカシックレコードを秘匿、要はこれを見ちゃったらもうクリちゃんみんなが分かっちゃうわけ、うんうん、クリちゃん最後の週末が、うん、それもやばいじゃないですか、うん、もうパニックになっちゃう、パニックになっちゃう。なので、アカシックレコードを秘匿します、うん、でさらにこの見てしまった最悪の世界の結末を避けることを目指していろんなことをやります。なるほど、はい、そうですね、世界を救おうとしてるんだ。そう、いいやつだね、今まで出てきたやつの中では。そうで、ただちょっとね、これね、あの誤解があるようなんですけど、誤解されがちなんですけども、あのタレスさんは世界の結末を避けようとしてるわけじゃなくて、最悪の結末を避けるんですよ。最悪の形で終わるっていうことは避けようと。まあだからより良い形でっていうね、攻めて、まあ、どんな、ね、結末か分かんないでね。まあそうだね、まあ、ということは目的に動いてると、うん、タレスさん。まあどっちでしてもいい人だね、はい、基本的には。でもタレスさんよりもその計画の実動、実際に動いてるのはゼノ、弟のゼノが行っていて、このタレスはアカシックレコードを取得しつつ、そのゼノンが行った計画によってこのアカシックレコードを見て毎回結末を観測している。あ、要はだから実行犯と観測犯に分かれている。そうそうそう。ゼノンがこれやりました、世界変わった、うん、変わってないみたいな。あ、随分でもなんか苦労のありそうな作業してるんだね。いいですね。そうですね、バック作業みたいな。そうなんですよ、だからもうタレスは、ね、やばいんですよ。もう世界が最悪の形で終わるのも多分、ね、もう何万回と見てるんじゃないかと。はいはい、かわいそうに。いうことで、かなりもう精神的にやばいんじゃないかと、いうことは予想されますよね。そうだね、もうおかしくなっちゃうよね。そうだね、はい、何回やっても世界救えないと、はいはいはい、またダメだった。いや悲しい。ということで、一方の実動舞台であるアカシックゼノンさん、こちら弟でございます、はい、でこの弟はさっきも言った通り、タレスが見た世界の結末を変えるために協力してさまざまなパラレルワールドで実験を続けている存在でございます、うん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 、でただこれもちょっとね、この一般クリーチャー目線から言うと結構迷惑なことしてるんですよ。あ、そうなの。だから、はい、最悪な結婚避けるためだからっつって一回ちょっとぶん殴らせてみたいな。あー、まあまあ、いや、なになになにみたいな、ちょっと理不尽な感じ。ここで人をぶん殴ることによって世界が変わるか、変わるかみたいな、こういうことやってるわけです、あの簡単に言うと。はいはいはい。なので結構迷惑な存在、あの一般ピーポーから言うとね、うん、はい。で、このゼノンの計画の、まあ、ベース、ちょっと今殴るというふうに言いましたけども、うん、これを基本としてるのは本来ならば混ざらないもの、うん、普通の世界だったら別々のものを混ぜることによって世界を変える、うんうん、ということを目指しています。なるほど、はい、うん、ということは何かというと、そのタレスのアカシックレコードっていうのは、まあ、今現在ありますよね、今現在のこのクリーチャー世界からシミュレーションしていった先を結末シミュレーションできるわけです、うん、なのでじゃあ本来ここにいないものを生み出せば、うん、その要は結末が変わるんじゃないか、確かに、このいや線を引いてった先がさ、ずれるじゃない、うんうん、ということで、この混ざるはずないものを混ぜることによって結末を変えようとしてるわけですね、うん、なるほど、はい、で、このタレスとゼノンも上位存在ではありません、生まれつき、うん、生まれつきの上位存在はないんですけれども、いいよね、うん、ただその卓越した科学力とかによって複数のパラレルワールドを行き来することができる。でさらにこのシミュレーターによって、まあ、シミュレーションというのはある種別の世界を作ってるみたいなもんじゃないですか、アカシックレコード、うんうん、ということによって複数の歴史があるっていうことは、なんと自分で体験してるわけですね、うん、ちょっとやると変わる、ちょっと違う世界があるっていうのは疑似的に分かってるので、うん、結構その精神的に普通のクリーチャーじゃないというか、うん、ちょっとかなり変だそうです、まあ、そうです、世界の、ね、終わりを見てる人たちなわけですからね、はい、かなりちょっと、まあ、マッドなサイエンティスト集団というとあれなんですけども、はいはいはい、それに近い、まあ、世界のためにっていう、はい、言ってるけど言ってやってるんだけど、うん、ちょっとそういう風に見える、その周りにからしたら、ああやってないやつだっていう、はい、という感じですね、うん。さあ、ということで、ちょっとそんな2人の話なんですけども、はい、過去に行われたアカシック計画、ちょっとおさらいしたいと思います。はい、で、アカシック計画、まあ、無印ですね、はい。で、かつて行われた、ということで、我々が知ってる中では最初のアカシック計画、うん、ということで、サバイバーの、ま、サバイバーってね、結構周りの取り込んでサバイバーしてくるんですよ。うん、ね、ロックビーチサバイバーとかいましたよね、はいはい、ブレザーズアルファとか、うん。というのを参考に行われた、種族同士を混ぜる計画が最初のアカシック計画です。うん、
で、これあのアカシックパラリンというかフレーバーテキスト、むーちゃんお願いします。はい、サバイバーの生存能力に目をつけて多生物を取り込む方法を模索した生存戦略、それがアカシック計画。しかしその並行研究では多生物そのものになる方法が模索されていた。はい、ということでこれアカシックファーストとかアカシックセカンド、かなり昔のね、うんうん、カードですね。そうだね。でこれってあのサイバーロードなんかが混ざってるんですよ。そうだね。ボルキエのドラゴンとか、うんうん、ビーストウォークとかね。そう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 、っていうのが、まあ、アカシック計画、最初の我々は知ってるアカシック計画であったと、はいはい、でさらにツインパクト計画というのもあります、うんうん、はい。でこちらね、あのミロク、またミロクしてくるんです、うん、しょっちゅう出てくるこいつね。この人すごいね。全部に出てきてるんだ、ミロク。何でも出てきよるね。はい、ミロクが第1回デュエルマスターズを開催している横で、うん、ラン大陸で行われた計画でございます、うん、はいはいはい。で、第1回デュエルマスターズって何なのかっていうと、あのミロクが超次元クロスギアを実験するために、はいはい、ラン大陸に侍を無理やり連れてきて、うん、あの行わせた大会と、はいはい、いうことだったんですけども、ね、という中でね、ツインパクト計画やってます、この明石兄弟は。そうだね、あのなんか隣やってたよね。はい、あのさっきの最初の明石計画はサバイバーを見て子孫を取り込んだらいいんじゃないかと、うん、で今度はウェーブストライカーを見るんですよ、うん、はいはい、ウェーブストライカー第1回ね、インパクトウェーブストライカーって言いましたね、うん、ということでここに力を当て強くなるんです、ウェーブストライカーって、うんうん、あの3人いたらパワーアップする、そうだね、ってことは何かと何かを組み合わせたらパワーアップするんじゃないかということで、ウェーブストライカーに魔力の力を混ぜることで、うん、本来存在しないとツインパクトを作り、うんうん、ツインパクトはクリーチャーと呪文、これが混ざったものを作り、ガッチャンコして、はい、歴史を変えようという計画、うん、ということでございます。こちらね、役立つ表ジャギラのフレーバーテキストお願いします。はい、レインボー軍団と戦った仲間がいる時に個を超えた力を発揮する軍勢ウェーブストライカー、アカシックゼノンはツインパクト計画の実験台として彼らをランド大陸に呼び込んだのだった。はい、ということで、うん、侍を呼び寄せた魅力とウェーブストライカーを呼び寄せたアカシックゼノンの、なかなかその、うん、最近の基準で考えると厳しそうなマッチアップ、なかなかチャリ君なんかそうですね、侍ちょっと強いですからね、侍もウェーブストライカーも随分僕あの使ってるからね、うん、ああなるほどね、一人デュエルマスターズ、一人デュエルマスターズ、はい、ということでこのツインパクト計画自体は、まあ、ちょっと失敗というかその結末を変えることはできなかったんですよ、うん、でただこれには結構ねあの意味があってですね、うん、その途中は結構変わったわけです、そうシミュレーションの内容が、家庭はね、そう家庭において歴史が大きく変化することを見た兄弟、うん、あ手応えを感じるわけです、うん、インパクト計画いけるやん、うん、いけるやん、うんうん、正解ではなかったけどニアミスはしたみたいな、そうそうそう、さらなるツインパクト計画を行うことにします、うん、ということでこちらがアカシック Z 計画なんですね、これが、はい、うん、ツインパクト計画を経てアカシック Z 計画、うん、じゃあ新しいの思いついた、これは何かというとアカシック Z 計画はもう3人アカシック計画とツインパクト計画を混ぜます、混ぜるの好きなんだこの人たち、うん、つまり種族を混ぜる最初のアカシック計画に、はい、さらに魔力を混ぜるツインパクト計画をガッチャンコします、はあ、でこれが総局のアカシック Z 計画、これだ、このデッキの中で行われてる、なるほどね、はい、いうことでございます。だから実際ここにはねアカシックホニャホニャのツインパクトある、うん、だそういうことですね、そういうことだ、そう種族を混ぜた上にさらに魔力を混ぜてる、はあ、そういうことなんですよ、はい、ということでこのアカシック Z 計画、先ほど述べたようにランド大陸で行われておりました、うんうん、でこのアカシック Z 計画の後に生み出されたさまざまな研究結果、これをランド大陸の地下研究所に置いていく、はいはい、でこの地下研究所にね見つけた人いるんですよ、覚えてますか、あー覚えてる、これ求人丸だ、そうさすが、うん、覚えてる覚えてる、さすがあの D の人には海底研究所ってカードもありますね、はい、研究所があります、そ、はい、の地下研究所を見つけた求人丸がそこのサンプルとかを元に侵略ウイルスを作る、はいはいはい、まあ、よってその、あの革命編の話が、うんうん、まあ、始まるというか、うんうん、そういう感じになっていると、はい、ということで D の天才海底研究所のフレーバーで、ちょっとむーちゃんお願いします。はい、牛人丸がランド大陸を追放された後に発見した海底研究所、そこにあったツインパクト計画の成果と惑星生命体ラムーンの研究結果を組み合わせ、牛人丸は侵略ウイルスを生み出した、はい、ということでね、この侵略ウイルスによって生まれたのは侵略者であるというのがその革命編の話として語られたわけですね、はい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 、でさらにこの人たち他の計画もやっておりまして、うん、アカシア計画というのが関係してます、アカシア計画、アカシア計画、アカシアって名前聞こえないですか、なんか聞いたことある気がするけどね、うん、こちらはですね大感謝祭ビクトリーベスト、はい、こちらこのビクトリーベスト明らかに神との融合を目指す計画、融合なわけですね、あ混ざるわけですね、またゾロスターがなんか言っちゃったやつだ、そう、はいはいはい、混ざるといえばアカシックゼノンなわけですね、ということでプロジェクトゴッドのフレーバーズキスもちゃんお願いします。はい、機械
神殿アカシアでゾロスターは神になる秘術を発見する。それはかつて行われた神と人を融合させて新たな存在を生み出す実験、アカシア計画の記録だった。はい、あー、なるほどね。実はこのアカシア計画にも、まあ、アカシックゼノンが、まあ、1枚噛んでたんじゃないかと。はいはい、ただこの計画についてはこれってあのちょっと悪魔王旗フリルとかの見た目を思い出してほしいんですけど、あれって融合してます、融合してる、取り込んでるの方が近いのかな。神がどっちかっていうとそのフリルを取り込んじゃってるんですよね。うん、ゼノンの方針とはちょっと違うんですよ、あれ。はい、ゼノンって要はちゃんと混ぜたいわけです。確かに、要は1対1でこう混ぜたいわけですね。そうそうそう、ちゃんと混ぜて別のものにしたいっていうのが、はいはい、あのゼノンなんですよ。うん、なのでちょっとゼノンの方針に合わず廃棄された計画であるということと、さらにその元となる機械の神、これを魅力が作ったということが判明してるのみ。え、ああそう、あまた魅力かよ、また魅力かよ、また魅力かよ、また魅力じゃねえか。そうだ、いや融合元のね、一つの機械の神は魅力が作ったと。はあ、あります。なるほどね。はい、ということで、そんなね、いろんな歴史の裏でもう混ぜまくってる人たちがこのアカシックゼノン、アカシックタレスのアカシ兄弟。なるほどね。そしてね、アカシックゼノンがこのメインのパートナーになってると。なるほどね。まさにツインパクト、実行犯と味わえると。ああ、ありがとうございます。ね、はい、ということで、さらにですね、ちなみになんですけど、はあ、このアカシックレコードがこのシミュレーションして、でも毎回変わんねえってやってるわけじゃないですか。うん、でこのアカシックレコードは、いや、その今の世の中の秩序を元にどんどん進めていったら最後どうなるかって分かるんですね。秩序、はい、まあ秩序ね。ということで、兄弟の計画が毎回うまくいかないと、うん、いうのは、実はこのウィズダムのプログラム、12のプログラム、さっきも言ったように、うん、世界がおかしくなりそうだったら元に戻すっていうのがまあベースの、うん、そう、秩序プログラムなわけですね。うん、ということで、実はこのゼノンたちアカシック兄弟の計画がうまくいってないのは、実はウィズダムの影響もあったりなかったりするんじゃないかと。はあ、それに気づいたらどうなるかですね、アカシック兄弟は。まあ、ということでですね、はい、あの実はこう結構このアカシック兄弟と関連してるというか、実はその行動とこの12のプログラムが関連してるんじゃないかというところなんですけれども、実は前編で12のプログラムにちょっと言及しましたけれども、実はこれ今ちょっと止まってるんじゃないかみたいな、私ありましたよね。あったね。はい、うん、ということで、もう一回ちょっとフューチャーブレイン、フレアバテキさん、もう一回お願いします。はい、12のプログラムが存在しない水文明、そこでは知識を求め暴走したサイバーロードを止められるシステムは存在しない。あらあら、サイバーロードということでね、サイバーロードといえば、確かにこの人サイバーロード、アカシックゼノン、あらアカシックタレスも、タレスもだ、うん、サイバーロードということで、果たしてこの先どうなっちゃうんだいと、秩序の修正力が、はい、効かない中でこの狂気のサイエンティスト、はあ、どうなってしまうのかというところは、この今後に期待でございます。ありがとうございます。はい、ということで、もうこの4つね、今回過去最大ボリュームだったんですか。すごかったね、はい、映画一本見終わったと見えたから今回それでね、レーパレッキなんですけれども、そんぐらい背景ストーリー的な重要な人々が揃ってるというところでも要注目な、はい、商品でございます。はい、ぜひね、これこの人たちなりきってやるの面白いですよ。うん、なりきって。なるほどね。あの、ワンマン社長になりきって。いいな。ワンマン社長になりきって。うん、わあ、なるほどね。そうでもないなみたいな顔しないでください。ちなみにノリになりたいですか。俺、うん、俺でも、これかな、ゼノン、アカシックゼノン、はい、ゼノンかな、いろいろやってた方が楽しそうかな。確かに確かにね、結構かっこいいですよね。クソ、また帰って救えなかったみたいな。あ、いや、なんかでも、うん、あの実行犯気楽そうでいいなみたいな。いや、そんなん、そんなんすか。だから、あのお兄ちゃんが頑張ってる間やりたい放題。いやいやいや、ゼノンも頑張って頑張ってか。はい、サクさんどうすか。私は、うん、これですね、このあ、ジョガンキさん、ジョガンキさん、なんか、うん、私ちょっと話聞いてた時にちょっと応援しちゃいました、はい、その、あ、頑張れ侵略って、うん、頑張れ侵略、頑張れ侵略、そいつ頑張れって思っちゃって、うん、あ、そっち側の気持ちですね。急にこいつらだけね、なんかそんなすごい力戻ってきたのにやることないと統一感がありますまあ確かに確かに、うん、やっぱそこにこだわってきたから、うん、そこちょっと可愛い、叶えてほしいですね。でもかなりとんでもない力を持ってるんで、うん、そのうちその要は戦国時代かと思ったら現代侵略してくるかもしれない。すごい可能性あるね。やばいです、ディスペクトの力、そんぐらいです。はい、むちゃちなみにいかがでした。私はこうペンダットになりきってちょっと好き勝手言ってるなっていう感じがします、はいはい、嘘をね、うん、嘘を盛り込むというとんでもないやつ。よくない、ね、出てますか。僕そうですね、でもこの中だったらでもちょっとやっぱドラ、流言鏡かな。流言鏡、やっぱちょっとほのぼのしたい俺も。流言鏡いいじゃない、もう疲れたよこいつら、迷惑なの。あ、まあ確かにね、政治だとか、確かに意見だとか、統一だとかね、そう、
もういいよ、これは世界だ、もうこれ地元で遊ぼうぜ、地元で遊ぼうぜ、地元だからこれ決して地元で遊んでるわけじゃないやつ、地元で遊ぼうぜ、どっちかというと地元になってるから、あ、地元だった、地元そのもの俺が地元って、あ、そう、あんま聞いたことない、そういう感じで皆さんもね、ぜひこのエキサイトデパレッキ1月20日発売でございますので、ワイワイ遊んでいただけたと思います、ありがとうございます、ということでこの動画が面白いと思った方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いします、はい、そしてコミュニティ投稿にはアンケートなどもありますので、ぜひチェックしてみてください、はい、ということで今回の動画はここまで、また次回の動画でお会いしましょう、ゲームマスター。